もうブルペンエースはもう見飽きたって言ってましたよね、うん、育成する時間もないってことじゃないの、うん、即戦力取ってほしいと、うん、来年から勝負かけたいってことじゃないの、うん、全部クイックだから、うん、それ115キロ投げるっていうのはこれすごいと思いますよ、うん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 、ポーチプロ野球チャンネルお願いします。はい、お願いします。新体制スタートしまして、ね、楽しみ、はい、いやでも行ってきましたよ、久しぶりにこのジャイアンツの納会っていうのね。 あれでも吉野も出なきゃいけないんじゃないの。いや案内が来てないですから。今面白いね、あのゴルフ組とスパ組ってあるのよ。俺スパ組に行ったんだけど、行って昼過ぎぐらいに着いて、うん、それでそこから温泉入ってお風呂入って、うんうん、卓球組や、あでも卓球とかボーリングもあったんですけど、お前の時は魚釣りでもなかった。そうそう、釣りを一回やったんだけど、釣りがもうなくなってたから、結局スパとゴルフ組、で僕はスパ組で行って、全員マッサージできるの？マッサージ、いやマッサージは、いや自腹っていう。自腹自腹。そうそう、それで何してもなかったんやろ。経営作文か。それも削減するとかじゃないですよ。いやいや、でも久しぶりにね、出るとね、もうすごい、なんか、縦が50メートルぐらいあるんですよ。舞台まで遠くて。確かに確かに。で、僕、球団幹部の人の一番前だったの。で、原監督もご挨拶して。まあ、農会といえばね、目の前に座ってる宮、な、宮、お前が仕切ってやってたけど、今日はないのかいみたいな、そういう、なんかすごくいい感じの、ええ。で、安倍新監督もお話しして、うん、いい感じでしたよ、うん、みんな、うん。で、初めて女子の選手も呼んでいただいて、そう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 。そうそう。まあ、浴衣にはならなかったけど、私服で来て、で、なんかいい感じの農会でしたよ、久しぶりに。安倍監督とはなんか話されました、ね、話します、話しましたよ、はい、うんうん。で、いろいろ女子のキャプテンとキャプテンご挨拶行かして、うん、来年もお願いしますということで、いろいろ、改革をして、グラウンドなんかも、ジャイアンツ球場空いてる日なんかは、どんどん、今、あれができたじゃん。中学生の公式。あ、はい、玉川ボーイズ。あ、そうやね。安川監督だよね。そうそう。片岡安君が監督で。だからそういうところで空いてるところは、どんどん、その、使ってもいいからっていうことでね、結構、いい感じで、納会を行われましたよ。みんなやっぱりこう。いい雰囲気なのよ、みんなこう、ね、お酒継ぎに来てっていう感じで。はい。いや、もうもちろんそうですけど、肝心なのはやっぱり一軍がね。ね、本当来年どうなるかですから。ね、やるよ。週キャンプ行きましたね。週キャンプも明るく元気にやってたよ。そら。それは明るくやりますよ。まあ、そうですよ。まだ希望しかないですから。そう、希望しかない。だ本当にね、だって、週キャンプで終わりとかないよ。そうですね。だそれを来年行かせるかどうかの問題からさ。まだこの冬越えて、各自がトレーニングしっかりやって、人まで大きくなって、キャンプに来てほしいなと思うよね、うん、はい、誰かベテランも誰か行ってたの。いない、誰もいない。うん、唯一いたのは立岡いた。ああ、そういう状態。今は立岡が怪我明けですからね、うん、どれぐらいできるか見せないから。若い子、若い子ばっかり、うん、で俺行った時はもうだって秋広だって全日本に行ってたし、そうですね、角も全日本に行ってたし、うん、はい、ああそうか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 、うん、ピッチャーで言えばやっぱり畠投手。ああ畠いたね、はい、もう一回頼むぞみたいな。畠だよね、ハマったらやるけどね、ハマったらっていうのがあるからね、うん、まあ、期待はしてますけど。まあ、くったくったキャンプって、まあ、疲れるまでやろうぜっていうもとで、いいキャンプだったと思うんですけど、ね、うん、まあ、最終日に杉内投手コーチがね、うん、もうちょっとブルペンで投げる姿を見たかったと。うん、そうやね。うん、だからアピールが少ないんじゃないのかということは、ちょっと僕の中でも。え、それ、若手のピッチャー来てるピッチャーですね、全員。来てるピッチャー 全員に言えることって。だからまあ、時代の変化なのかなとも思う。それもあるけど、俺も唯一思ったのが、ヤシマは今日バット打ってたし、はい、元気あっていいなと思ってた。ピッチャーは、なんか球数が少ないのかなって感じはしたね。やっぱ監督の立場から、やっぱこう秋は秋、アピール。まあ、それはアピールっていうのもそうだけど、ただ球数に関しては、うん、まあ、いろんな時代の流行りもあるじゃないですか。うん、その辺のことは、なんとも、まあ、投げてほしいところはあるけど、まあ一概に投げればいいかって言ったら、うん、そうじゃない部分っていうのがね、うん、結構今言われちゃってるから、うん、そうね、そこがだから難しいところではあるんだろうなと思うけど、ね。でも俺の持論はよ、まあ、古いか古いか知らんけど、やっぱり制球上げるには投げるしかないと思ってる。うん、バランスだと思うから、うん、バランスをいかに自分で掴むかやから、下半身から入って、状態に行くときに、その、上下のな。そうね、そうね。その傾斜やろ、うん、はい。平らのところでいくらキャッチボールしても、傾斜のところでそれを、うまく、リズムよく
バランスが良くないといかんと思ってるから、うん、みんなね1回は傾斜で、うん、ブルペンの傾斜を使ってキャッチボールするんですよ、うん、まあ一見ピッチングにも見えるんですけど、うん、それ僕やらしましたよそれ、うんうんうん、コーチの時に、はい、あのここで投げても一緒だから必ず東京ドームで試合でもあの上がる時にブルペン寄って、うん、そしてキャッチボールして、うん、ロッカー上がんなさいとは言ってたんですよね、傾斜ですよ傾斜なんですね、うん、でやっぱり初先輩見ても俺らの時もそうやったしやっぱ正規やつって投げるもん、うんうん、投げてるかで掴んだやつある程度もいいけども使うまではさ俺は傾斜で投げてなんぼやとピッチャー思うけどね、うん、宮本さんは若い頃、うん、秋のキャンプって言ったらどうですか結構投げましたか？いやもう地獄しかないですね、まあ、やっぱりランニング量っていうのはやっぱ多かったんで、うん、もう本当に最後のランニングメニューがもうすごい怖くて最後のもう乗せなくなったからね、あそこに調整するんですよ、最後のランニング。は今日300メートル20周かとかでなると、うんうん、そこに調整しちゃうから、はいはい、もう身になんないんですよ、そのまでの練習がね。なるほど。うん、で、それ気にしすぎて調整したら、もうそのメニューを乗っけなくなったんですよ、練習メニューだから。はい、言わなくなっちゃったんです、こっちね。まあ、ただ、体は出来上がってるんで、まあ、どんどんいじめてはいいと思うんですよね、うんうん、だから我々の時代はどんどんもう投げて投げまくって、うん、走らされてっていうのがあったんで、うん、まあでも阿部監督が言ってたのはもうブルペンエースはもう見飽きたって言ってましたよね、うんうん、おっしゃいました、うん、言ってたよね、はいはい、うん、もうブルペンでのいいピッチングもう本当に本ちゃんでどうだけ抑えるかだから、うん、もうブルペンのピッチングは信用しねえよ。いやブルペンで悪くて本ちゃんで抑えるピッチャーいいのかな、うん、いやそれはうん、だから、まあ、いいよいいよって言っても、それは鵜呑みにはしないっていう感じね。うん、でもやっぱり、いいボール、やっぱりアピールはしていきたいよね、うん、この時期はね。確かに、ブルペンでは評価しないって、うん、もうマスコミにも言ってました。うん、吉野監督の時に、ブルペンでいいけど、騙されたなって、何回かありましたか？騙されたのはないけど、騙されたはないけど、まあ、ブルペンで入るピッチャーってね結構いらっしゃるじゃないですか、うん、だから多分畑なんか天気やと思うよ。畑なんかブルペンで見たらすごいピッチャーだったよ絶対黙って2桁勝つと思うもん。そうっすね、でもやっぱりそこで気持ちが入ってきてやっぱりちょっとビビっちゃって狙いすぎてボールになったりとかそういうところが絡んでくるから、うん、だけど、うん、でも大体勝つピッチャーはブルペンでもいいね、うん、そうね、うん、だからブルペンでよくて勝てないのをどう話し合って勝てるピッチャーにしていくっていうのはコーチの技量と思うからさ。コーチの技量、うん、うん、まあコーチでも宇都宮投手コーチが ね入っていや走るよすごかったです。やっぱね吉本さん本人が走るんですけど、ね、走ったのね、うん、とりあえず元気じゃん、うん、1年間まあトライ時前は悪いシーズンもあったと思うけどやっぱでも1年間25試合投げてくれるピッチャーやから、うん、そういうビジョンいっぱい作ってもらいたいよね。眼鏡っていうのは人の才能やからさ。自主トレもね、グアムの自主トレとかもずっとこう見てたけど、やっぱり宇都宮はやるね。うん、で結構選手連れていくんですよ。まあ沢村も連れてきた時があったな。うん、だけどやっぱりこう1年でもう来なくなってきついってね、言うね。いや相当すごかったよ。うん、いろんな選手来てるんだけど長続きはしないよね、チーム積みって。でもそれでずっと今村とかねああいうのがついてきてたから、うん、やっぱりそういう選手はやっぱ息長いよね。そうですね、うんうん、あれはいい練習してますよ、うん、宇都宮チーム宇都宮はね、うん、でそれと一緒になって阿部監督が選手の時も一緒にやってたからね、うん、だからピッチャーの宇都宮、チーム宇都宮やってるトレーニング見てるから、うん、うわすげえなって、やっぱり安倍新監督も現役の頃はそういう目で見てたと思いますよ。だから結構で宇都宮とそのまた杉内っていうのが年が一つ上なのかな。そうですね、杉内はね、そうですね、で年にって呼んでるから、うん、まあ、その辺はすごくいい感じだと思いますよ、うんうんうん、だからあの中でも杉内投手コーチがちゃんとねガンとこうやってブルペンでのアピール少ないっていうことを口にしたんで、うんうん、ああ逆に、うん、来年のキャンプ楽しみね、楽しみだな、キャンプシーズンとね、うん、まあ、そんなねキャンプ中にトレード2件、うん、3人ピッチャー入って、ね、ありましたね、はい、まあ、FA でも山崎幸也投手、うん、まあ、取れませんでしたけど、うん、まあこれはね今週ものですからしょうがないですから、うん、まあそこら辺のピッチャーをどん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 補強しようとする、うん、まあでも足りないところをやってるんだから、うん、それはいい動きなんじゃないの、うんうん、だから俺はその新聞市場だけどやっぱり本人もピッチャー陣やで言ってるわけやから、はい、ピ
ャーの強化ってね、うん、高橋っていうのは使えるんじゃないのかと思うけどね、まあ、ここ数年で、ね、少し良くないですけど、うん、でも今年もファームで成績が良かったよ、ね、でも上でね投げれてなかったとか、うんうんうん、だからホークスからね出てたピッチャーが意外とね、大竹とかな、ね、活躍してるから、それになってくれたら面白いですね、うん、そうなんですよ、うん、そうよ、まあ実際今戸郷と今はね計算できるのはよりぐらいでしょう、はいはい、ねえ、まあ、外国人、まあ、グリフィンとかもね、うん、まあ、残ってくれるみたいだから、うん、そう、まあ、そこで誰がね、うん、頭数はいるんだけど、うん、なんかこのレベルをね、もう一つ上げてくれないと、うん、もう一段二段けてほしいよね、うん、先発だから発症しても8敗じゃあかんからね、はい、貯金つくのが先発ピッチャーから、うん、だからそういうね刺激っていうか、まあ、刺激を与えるためにも今回のドラフト、うん、あ、大学生、まあ、1位を取りました、うん、そして残りの4人は、うん、社会人なんですよ、うん、ここにちょっと狙いの、うん、安倍監督の狙いといいますか、いやもうこれはもう即戦力ですからね、うん、育成する時間もないってことじゃないの、うん、即戦力取ってほしいと、うん、来年から勝負かけたいってことじゃないの、うん、やっぱりピッチャーピッチャーってね、うん、安倍新監督も言ってるし、うん、いやそのピッチャーでもあの西田って君のあれは投げっぷりいいですよね、あれはいいなと思いますね、角度あるしな、あそのフォークスライダー、はい、球種オーソドックスやけど球威あって、フォークの YouTube しか見てないけど、うん、ラクターあったし、なんかクイックで全てセットですよ、うん、全てセットが投げるんで、ね、それも全部クイックなの、うん、それ155キロ投げるっていうのはこれすごいと思いますよ、うんうん、やっぱりクイック系はやっぱり球速は落ちますよ、うん、だけど155それで投げれるっていうのは僕はすごいと思う、うん、ちょっとすごい期待してるんだけど、セットになって球威が落ちる、制球が乱れる、それ悩むとこやから今でもそれ掘ってるんでしょ、うん、そうそうそう、うん、それはすごいとこやよね、バッター目線からクイックの155とかどうですか、まあそれは慣れだし、うん、タイミングとかっていうのはね、実際ボールの質がどうかってところになると思うけどね、うん、プロに入ってくると、うん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 、だってある程度のタイミング同じタイミングに投げてくるから、はいはい、そこはね、その混ぜられちゃうとそれはまた面倒くさいんだけど、うんうん、クイックだからリズムは一緒だろうから、うん、ボールの質だろうね、あとね、うんうんうん、他の森田投手とあと牧投手、うん、まあ森田君はこう左、うん、左で、まあ27歳のオールドルーキー、まとまってるみたいなね、うんうんうん、まあ、あの岡本和真とかあの岸田とかのね同年代で。で一緒にジャパン行ってたんですね、はい、うん、高校の時もね富山商業ねあれいいピッチャー でドラフトにかかるかなぐらい行ってたんですよね、レベル高かったんだけど、うん、でそのまま大学行って、大学では多分ほとんど投げてないんですよね、うん、で今、まあ、肘の故障で手術してっていうことだから、はい、まあ大学時代はほとんど何もなく、うんうんうん、それで手術してで社会人ですよね、うんうんうん、そこから芽が出たっていったとこだから、まあ左欲しいでしょうね、うん、やっぱり今のジャイアンツで左って言ったら、まあ、横川君だったりね、井上春人だったり、うんうん、あと白木だっけ、うんうん、そうですね、それぐらいかな、左、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、まさにだからそのこのお三方で勝手に来季のね投手陣整備しましょうという、はい、で書いてみました、うん、で、一応安倍監督の方針として戸郷投手開幕、うん、確定です、うん、確定でしょう、開幕投手でしょうね、はいはい、うん、で菅野投手に関しては競争、うん、絶対入ってきますよ、怪我だけしなきゃ絶対入ってくる、うんうん、やっぱり開幕いてほしいよね、うん、やっぱりこう遅れることなくね、やっぱりこう思うんだけど、そのベテランの選手って全てこう任すじゃないですか、うんうんうん、任す、でも任せるんだけどそこに何があるかってやっぱ責任っていうのを持ってほしいんだよね、うんうんうん、責任がだから待たす、あの任す代わりにその責任っていうのがあるわけだから、それに責任を果たしてほしいよね、うん、菅野君とかだよね、開幕でちゃんといてよっていう希望枠ですもん、まあ、山崎よりでしょ、はいはい、よりね、うん、これ決定ですよ、2桁ね、これだからね、意外といるんですよね、意外とって失礼ですけど、今年もでも先発はそこそこじゃない、やっぱりブルペン陣が今年リーグの一番ダメだったでしょ、うんうん、グリーン、メンデスもしっかり自分で調整してきて、うん、投げとなればこの2人もこのスタートすると思うよ、だって後半赤星だってよかったんだから、うん、そうね、後半よかったね、赤星ね、だからもう6人で別にもうこの 6人というか、だからそこはとりあえずはなんとなく、マルシーですか、まず、うん、一歩リードなんじゃないの、うん、この上が6人が、うん、
まあ、そこだろうね、今は。こんなチーム、だっています？もうこの時点で6人揃ってるチームなんて。ないですよね。阪神とか揃ってるね。阪神か。そうそう。やっぱ強いチームは揃ってるよ。そうか、そうか、そうか、そうか。そうですね。まあ、あとは、こう、信頼を置けるかどうか。やっぱり戸郷、山崎は置けるとして、あとは、ね、5勝ぐらいで終わってもらっても困るしね。うん、いくつね、貯金、うん、3月の中旬に戸郷6人が元気かどうかってところよね。はい、6人は。そうですね。赤星も良かったけど、オープン戦で、やっぱり何回か警報されちゃうと、違う、変わると思うよ。強いチームは、まあ、6人と言わず9人ぐらい、やっぱり。そう、7、8人だよ。はい。ってことで、あと3人選びましょう。もう9人。あ、先発だと3人、はい、高橋君、言う。言うですよね。あれだけど、高橋、レイ君行きましょう。レイ。はい、ねえ、どうでしょう。どうはい。うん、西立てだと俺思うけど、キャンプで監督が見て、どっちにしたいかですよね。うん、先発で使いたいか。長継ぎなんかブルペンなんすんのは。どっちなの、どっちなの今のとこは。監督も、春見てからだなと、本当に、ね。絶対調整は先発調整してくると思うから、はい、先発はほら、中にいると簡単やから、うん。あの、中でしちゃうと先発いけないから。なるほど、なるほど。うん、ただまだ、大学の3年ぐらいから弱く完投し始めたぐらいなんで。うん、ああ、そうか。プロだとまだスタミナがっていうところあるかもしれないです。まあでもいい時使ってあげればいいかもしれない。はいはいはい。先発だとしても、うん。そんなにフルに回さなくたって飛ばしながら使ったっていいんだから。うん、あとこの左二人はどうにかしたいよね、上の。横側と井上は。はい。そうね。うん、そうですね。うん。頑張ってもらいたいよね。でも年の経験を来年生かしてほしいよね。うんでもほら、グリフィンだってメンデスだってないね。うん、わかんないんだから、うん、カテージが絶頂かってわかんないから。名古屋なんか、いつもシーズンオフいいんだよな。オフに名前上がるけど、シーズンじゃ名前出てこないんだよね。今回もいいですよ。いや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 。メタリーグもいいですし。でしょ？はい。そこなんだよ、ね。だけどこれはやっぱ腰淡々と、狙っていてほしいっていう思いはあるよね。そうですね。やっぱそうですね。左、この4人から1人欲しいですね。グリフィン・メンデスか。一人入ってきてほしいよね。ね。だから、あと、大勢とか、中川もそうやけど、来年、彼ら次第で、このうち誰かが後半に回る可能性あるから、それでチーム中で変わってくることもあるよね、そら。僕ぶつけたのは、阿部監督には菅野投手の後ろはないですかって聞いたんですよ、うんうん。現状はないけども、まあシーズン入れば、まあその方針っていうのは変わってくるもん。そりゃそうよ、変わる。うん、ただ、亡きにしもあらずっていうか、うん、この中だったらっていうね。まあ、でも開幕は先発でやらして、もしそこでね、調子が上がんなければね。上がんなければね。まあ、ありはありですよね。大体、ねうん、やってますもんね。牧原とかもやったしね。そうですよね。うん、上原もやったんだっけ。はい、そうですね、うん。やってる。でも、そうなのってね、俺今年4勝8敗って見ながらしたら、あんまり、って成績やけども、防御率は 3.3 やから、はい。それなりやから、しっかり一回作ってるから。打線がもう噛み合えば、今年だったら俺8勝4敗やったと思うのね。来年普通に頑張れば10勝はしてくれると俺思ってんのね。うん。うん。3点差だまずまずよ。でもそうですよ。本当復活してくれれば本当にそれ以上、うん。本当そう。ないですよね。あとはだからこの6人、7人目、8人目が。うん。だから、首脳陣は絶対あかん時のためにしっかり準備はしてると思うよね。はい、はい。あの、せなあかんし、すると思うから、それの候補が誰かってことやろね。評判良かったなと松井投手ですね。松井ね。今年だって結構3試合やったっけ。はい。勝ち負けはどうしても、ね。うん、本当本当。でも松井も、思ったよりやると思うよ。キャッチャー目線でやっぱりこうやってアンダースローが1人入ってくると、目線、まあ。いや、アンダースロー関係ない。関係ないです、ね。うん、いいピッチャー。いいピッチャー。勝つピッチャー。抑えるピッチャー。まあ、単純に右の6枚でも。右でも関係ない。うん、そういうもん。全然大丈夫。ですね。いっぱいいるってことが分かりました。うん、そこそこなのよ。もう一回向けてほしい。宮城と同じね。だから横が井上にしたってこの二人だよね。うん、この二人出てこないと。そうですよね。そう。僕はこの二人だと思いますよ、うん。どっちが出てこないと、もう、終わっちゃうよね。でも、300メートルトラックで見てると走る姿っていうのはもうナンバーワンですね。あ常に先頭走って。あそうだね。走、は、る、い、競技じゃないから、ね。まあ、どうぞ。走る、走るのは大事だけど。確かに、はい、その競技じゃないから、はいはい。走る姿は関係ないね。畑投手はもうぜいはぜい走ってましたから、ね。ああ、そう、はい。頑張ってましたよ。うん。じゃあ、あれです。そうすると今度、7、8、9。
阿部監督の方針ではやっぱり最初やっぱり大勢投手で8回中川なのかバルドナードなのかどっちかでしょ。この2人が一緒に1年間やったことはないんでね、うん、まだ本当そうなの、はい、7回は一応本戦はバルドナードじゃない。でも年間考えたら、はい、やっぱり勝ちパターンのピッチャー4人欲しいんだよね、うん、4人やっぱり投げた3連投でしょ。休ませたりしましたし、うん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 、大勢投手を休ませるとしたらもう中川投手ですね。したら基本的に9回は変わんないから7、8で3人ってことやな、ね、うん、普通の阪神そう、阪神そうじゃん今年。そうですね、みんな抑えて誰が行っても、はい、任せたいとしたら誰ですか。7田中が菊池か。これも期待するの田中が期待したいな。田中こ、あ、これファンフェスタで歌歌った子でしょ。そうです。ギター、あ、そうそうそうですね、アイラビュー歌ったよね、はい、ギターいけんね。俺の18番取られたなと思って。あ、そうなんですか。まあまあいいんだけど。ニアと似てるからね。あの、菊池くんはさ、これ、菊池ね、マスサイだね。先発いかないのかね。中継ぎっぽい。中継ぎっぽいですね。あ、うん、でもマススライドフォークでしょ、うん、でも50試合だけで、ボールと 3.4 やから、まあでも頑張ったよね。うん。うん。実は、右があんまいないですよね。まあ、左を。でも泉と近藤が入ったじゃん、うん、はいはいはい、そうなんですよ、うん、これもだって結構パワー系だから、うん、いいのこれ泉近藤、はい、いいのパワー系で面白いですよ、うん、はい、泉近藤投手ね、いいボールになります、ね、4、5年目よかったよね、はい、ね、近藤ね、この辺は一応経験もあるし、うん、あ、普通あの投げてくれたら面白いと思います。1、2とかね、うん、でも船場様で去年よかったでしょ、はい、ここはもう、うん、バッサーもいいんじゃない、バッサー、右左で横で、うん、割と入ったら、うんうん、例えばバルドナード投手入りますね、うんうん、外国人枠のもただもう一人ぐらい多分絶対でしょ、後ろで欲しいでしょ、後ろっていうか中継ぎで外国人下がる、まあその辺がいいのかどうか分かんないから、一箇所投げたんやルシアのダメ、監督が怒ってたやん、全然ストライク入らなくて、あの翌日、翌々日に投げたんですけど、うんうん、別人でした、うん、だからちょっとまだ安定感には欠けるよね、まだね、そうですね、うん、はい、ただ19歳でメジャーデビューしたピッチャーですから、ね、これ一応だから将来じゃない、はい、来年どうこうってあんまり感じないけど、そうですね、はい、なので大体まあ8人ある位置、2、3、4、5、6、7、8、まあこんなところですか。高梨だって、あ、風あ高梨君、うん、高梨だ、入ると思うよ、うん、普通に行けば皆さんの希望枠、そうね、畑な、畑もうやんだから終わっちゃうよね、うん、でも今年秋のキャンプでうわ凄さを感じんかったよね、畑ね、うん、いい若い子いい時知ってるからかと思うけど、あ、そうですね、うん、お二方のセットアッパーですもんね、うん、で、あ、ノブね、はい、まあ、ノブはそうね、いつでも投げてくれるからね、うん、あとはもう若いここら辺の富田投手、吉村投手、白木投手だ、この冬越えたら次のキャンプ来たらやっぱり頑張ったっていうのは、あ、一回り大きくなって帰ってくること結構あるからね、うん、白木も面白いけどね、怪我もう治るでしょ、治りました、もう泣いてます、うん、面白いですね、本当は平内とかはねこう出てこなきゃいけないんだけどね、うんうん、来年あの、うん、実戦入った時に今年じゃ一緒じゃあかんのよ、やっぱりさっきみんなも言ったけど一段階上げてコーチ陣が認めるわけやから、やっぱり田中菊池だと言ってる前に平内っていう言葉がね、うん、そこは出てこなきゃいけない、今年の成績じゃなんか出てこないよね。そうね。だから来年ちょっと維持を見たいって感じはするけどね。ピッチャー陣整備しましたけど、結構やっぱりいいですね。うん、だから、ね、その、まあ当然期待と希望がだいぶ入っちゃうけど、うんうん、でもこうやって、いる時代はね、はい。はい。阿部監督の、まあこれも決まってる方針として、例えば2軍のローテーションで勝ってるピッチャーを1軍に上げるじゃないですか。うん、でも、敗戦処理からスタートさせると。ああ、我々時代、昭和時代だね。うん、そうなんですよ。おお。それもはっきりおっしゃってたんですけど。なるほど。どうですかね、この意見はやっぱり。ああ、でも俺ら時代戦でね。うん。それ分かりやすいと思いますね。分かりやすいですね。はいはい。まあいるからこそだと思うんですけど、メンバーが。まあそれはどっちがいい悪いないよね。それはみんな、これ監督の考え方で。うん。うん、吉村監督時代は どんな感じでしたっけ、二軍からそんなにね、 いなきゃ投げてもらうし困るからさ、うん、
ああ、そう、面白いね、それ。我々の時と一緒です。それが、それで、回せるんだったらいいと、理想だろうね。うん、はい。ただ、そう、理想通り行ったらいいなって感じだね。うん。うん。うん。高橋監督も監督的は、それなりに、やっぱり、もう2部で頑張って、空いてたらチャンスあげるっていう監督だったよね。うん。うん、そうですね。うん、チャンス、一軍に上げてチャンスは上げるんだけども、もう一回上がってこいと。敗戦処理から上がってこい。結果を出せと。うん、まあ、あとはじゃあそれで回せればってことだよ。そうですね。やっぱ先発でどうしてもいなかったら、投げさせざるを得ないんだから。うん、そうですね。二軍で投げてる、いいピッチャーを、うんうんね、もう使わざるを得ないということがありますね。ということもあるんだから。うん、一番ね、あの監督で思うのは、やっぱりピッチャーの使い方が面白いのは、うん、今後、来年シーズン入って、矢部監督が、俺らが見ててよ、もう変えんのと思うのか、うん、まだ変えねえんだと思うのか、どっちかよね。先発引っ張るのか、うん、早めに見切りをつけるのか。はいはいはい。そういうことはやっぱ面白い。それはファンの人みんなが見て、感じて、楽しんでくれたらいいんじゃないの、うん、そうね、基本、ピッチャー出身の監督だと結構引っ張ったりしてね、野手出身の監督がちょっと交代が早め、早めっていうのは、なんかそういうのがあるけども、巨人の歴史で、キャッチャーの監督初めてなわけやから、余計そういうところも見て楽しんでくれたらいいんじゃないと思うけどね、その辺のタイミングっていうのは絶妙じゃないですか、多分、そうですね、僕はそれ、ちょっと今年、来年はちょっと、ね、どういう感じで交代させるとかって、タイミングは。うん、面白い絶命だってほしいよね、うん。そうですね。もう、はい、もうでも、安倍監督はもう自分が思ってるとやったらええのよ。その世間の声気にせずね。うん、やってもらいたいなと思う。ありがとうございます。はい、ピッチャーの方は以上です。攻撃の方、参りますが、やっぱり、改めてですけど、門脇選手のこの成長。ねえ、すごいよ。すごいね。そう、お父さんもね、野球関係のいろいろお仕事してるよね。一代将来30本意味あるけどさ、はいはい、来年30本ってそんな水余らないね、野球界。はい、それを勝手に周りがね、ホームラン打つ、ホームラン打つって、もう違うだろうし、うん、本人の感覚は絶対あるから。そうだね。